接続も3回目。注意してください。記憶の結節を多数観測、包囲されています。チッ、やるか。捜索する。了解しました。警戒は解かないでくださいね。みんな聞いてくれ。フィムを取り返す。フィムが乗せられた輸送船の目的地が傍受できたんだ。俺はフィムが犬飼いに接収された時か。海域シワラガミとお散歩だ。俺が海域シを焚きつけて誘導する。いるだ、車を一台借りる。踊り役を買って出てきたものの、俺乗り物酔いひどいんだよな。みんな知ってたら止めてるもんな。おっと、今のは聞かなかったことにしろよ。こちらは重要な輸送任務中である。所属を明かさねば排除するぞ。そうかい、こっちも大事なプレゼントを運んできたんだがな。少しでもタイミングを間違えたらアウトだ。本当にここで死んじゃうかもな。だがたとえ俺がここで倒れても、お前さえいればお前にならハウンドのみんなを安心して任せられる。悔いがねえ。お互い役運だけは強いな。輸送船の乗組員たちは全員無事だそうだ。わかるか、俺たちは海域シワラガミに襲われた輸送船を救った英雄だぞ。俺の調子にいいこと言ってんな。結果的にはどうにかなったが、今回は本当に危ない橋を渡った。みんなにも随分無理させちまったな。誰も知らずに済んだろうが、運が良かっただけだ。俺たちは着実に夢に近づいているはず。だがこのまま進んで本当に中程度の歪みを検出。記憶の結節も多数発生しています。迎撃してください。片付けるぞ。除去できたようですね。記憶の結節の発生頻度も、官能領域の歪みも、前回より大きくなっているのが気になりますね。そうだな。ひとまず切断シーケンスに移行します。
戻られたら十分な休養をとってくださいね。いつも俺たちは死なねえって豪語してるのに、そりゃねえだろって思ったか。だよな、夢ってのは不思議だよな。追っていくうちにいつの間にか自分がいなくなった時、その大事なものを失った時、ふとした瞬間にそんな考えを。今日はそろそろ店じまいだ。お前もしっかりやっ。調子はどう？なるほどね。優吾と先輩の官能同期率の上がり幅、ここまでは予測値のおおよそ3分の1か、それ以下。計測システム側の不調も疑ってみたけど、これは優吾は無意識に先輩官能領域の歪みや記憶の結節といっても、それが。ひとまずもう少し優吾と。それじゃ。